1999年松山市長選挙は、1999年4月25日に執行された愛媛県松山市の市長選挙である。第14回統一地方選挙の一つとして実施された、松山市長、田中誠一の人気満了に伴う市長選挙である。参戦を目指す現職の田中に、元衆議院議員、中村時博と、 日本共産党候補者の大西慎吾が挑み、事実上電中と中村の一騎打ちとなった。田中はかつて助役として仕えた松山市長、中村時代を追い落としたことがあり、中村時広は時代の息子であるため、親子二代にわたる因縁の対決として、注目を集めた。また、田中は主要政党相乗りで選挙戦に臨んでおり、オール与党体制を構築した現職に新人が、 挑むという構造となったこの選挙は政治学的に主要政党愛の量をめぐる選挙のサンプルとして考察される場合がある。1999年4月の統一地方選挙に合わせて行われる松山市長選挙をめぐって1998年末から各陣営から駆け引きが行われた。1998年12月、松山市長。 田中誠一は参戦を目指し、松山市長選挙への地立候補を表明した。そして比較的早い段階で、多くの政党、組織から推薦と支持を取り付けることで選挙戦を有利に戦おうとした。同年2月、市民グループや一部市議からの支持を受けた中村時広も松山市長選への立候補を表明し、選挙戦は事実上この二人の一騎打ちとみなされる。 松山市民の間では、1999年、愛媛県知事選挙における、前代未聞の正月投票や解文書騒動、そして自民党一枚が安泰性に伴う政治的、閉塞感などから有権者の間に政治不信が高まっていた。このような環境は、相対的に新人の中村に有利な状況を生み出したと考えられている。一方、 政党愛のり推薦への不満を持っている層は松山市有権者の約4割弱に上っていたものの、それらの票が必ずしも中村に流れているとは言えない状況だった。事態が一変したのは県議会選挙後に行われた加藤の発言後である。4月11日の県議選の結果を受けて4月12日に県知事の加藤森幸が一市民として中村の支持を表明した。 この発言を田中は知事の発言には影響がある。できれば控えてほしかったと応じたように選挙戦の流れを変えることとなった。知事与党である自民党県連は田中への推薦を見送った。また知事発言と自民党の推薦見送りで田中支持層の有権者には動揺が起き態度保留または新人志向へと流れていった。中村が 現職の棚からを破り初当選した。当日有権者数363,397人、最終投票率56.93%、中村の勝因としてはいくつかの点を挙げることができる。一つは中村の政治的な資産である。中村時博は松山市長だった時尾の息子であり、自身も日本新党から当選した元衆議院議員であり、 単なる新人ではなかった。松山市民の間に、市政への不信感が高まっていたことや、新知事、加藤の支持表明も、中村の優位に働いた。中村は、当時39歳と歴代の松山市長と比べて、かなり若く、精錬なイメージを与えることに成功した。また、当時は、今治市の落ちし西条市の伊藤光太郎、四国中央市の伊原拓と、 松山伊藤の市町村では、中村以外にも世襲の市長が多かった。一方、田中は組織選中止の選挙戦の繰り広げ、各党から幅広い支持を得ていた。しかし、松山では都市化が進み組織票の力が弱まっていたため、田中は票を伸ばすことができなかった。また、加藤の中村支持表明に伴う自民党県連の支持見送りは、 保守層の強い松山において大きな影響を与えたと見られている。なお、中村の当選によって松山市長は戦後の公選が始まって以来6代連続で広い意味での公職経験者が就任することとなった。ありがとうございます。